はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は愛知県のハウスメーカーの設計士の正社員、12年目33歳の方の給与明細です。最終学歴大卒で、仕事内容は住宅の、えー、設計全般、契約前の同、えー、営業動向もあり、お客様の敷地調査、ヒアリング、プラン作成など、 契約後はお客様と設計単独でのプラン打ち合わせもあります。自社の CAD を使ってプラン入力、構造検討、詳細検討も行います。えー、まあ、こんな感じの仕事内容となっています。で、必要な資格やスキルが、一級建築資格が、一級建築士資格があると、えー、定裁上良い,いです。その他、インテリアコーディネーターやコアラーコーディネーターなどを持っていると好感度上がります。 それよりも大事なのはお客様に寄り添う心、糸をくみ取る力、えー。契約する前の段階で進楽してもらうためにも、また何か問題が起きた時の対応にもとても重要な能力です。えー、勤務時間が1日8時間で残業は3、4時間。収入が月収30から45で、年収が700から850。ボーナスが100万 ×2 回。 えー、設計士になりたい方のアドバイスとしては、設計はとに,、えー、とにかく忍耐と寛大な心がないと続きません。営業やお客様に振り回されても耐えるメンタル、体力、ミスした時の自分を責、えー、めすぎないメンタルなど、メンタルコントロールができないと病むことにもあります。で給与で、えー、期待役割給で289,300円、時間が19,759円で、 総支給が309,059円。そこから控除引かれて、手取りが221,608円となっています。えー、今回は設計士の方の給与明細でした。えー、基本給がすごい高いんで、まあ、残業がある月だとかなり、えー、支給が伸びそうな給与明細でした。まあえー、残業がそんなに多くない月になると、まあ、手取りが22万とかになるんですけど、 まあそれでも十分今の時代だともらってる方なんじゃないかなって思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。